とうとう私は買いましたね。とうとうこれちょっと動画をね、撮るためにちょっと給付金の一部を使ってね、買いましたけども、キャラビールです。これはね、今5000円ぐらいしてもまだ安いぐらいですね。下手したらこれ1万近くしても過言じゃないかな。どん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 値段が上がってるような感じですね。これは今から20年は経ってないけど、18年ぐらい前にかな、キャラウィールって今トミカでいうとこのドリームトミカみたいな感じなんですね。でいろんなキャラクターものが、紹介されてるというやつで、このシリーズでね、なんとかレンジャーものなんですよ。で最初5レンジャーから始まったんだけど、5レンジャーも全部揃ってるのもあったしね。でその後ここで仮面ライダーに至った平成の仮面ライダーのやつのセットのものもあるし、そうすると結構ね、金額的にはすごいことなんですね。でこういうキャラクターものっていつの時代でもそうなんだけど強いんですね。売ってる時はね別にそんな大した金額じゃねえやと思うんだけども、これが製造中心だったらちょっとグッと値段が上がったりするから、やっぱりこうキャラものは強い。で特にこういう仮面ライダーとか特撮ものってのはすごい根強い人気があるから、やっぱりぐんぐん価値が上がりますね。箱はこう届いた時にはもう昔のものなんでね、もうちょっとだいぶちょっとボロボロになってて、これはもう致し方ないかなと思うんだけど、これで送料込みで5000円ぐらいでしたからね、安いもんですよ。送料込みで5000円になったら考えられないですけどね。でもそれでこうね、買いまして、でここにはもう栄光の8人のライダーマシンってね、あれじゃまだ仮面ライダーのこの1号とこの2号の部分しか見てないんですよ。ですから昔か、この何だっけ、 V3 が出た時に、妹が V3 がめちゃくちゃ好きで、妹の時代となるともうね、もう私の時代ですらもう仮面ライダーの時代っていうか、もう昭和の仮面ライダーはほぼ知らないような時代なんですよ。ただもうその時になぜ知ってんのかって言ったら、妹が知ってたのかって言ったら、これはあれだったんですよね、再放送かなんかを平成の初期あたりかなんかで再放送やって、しかも NHK が再放送してたんですね。で NHK あたりが再放送、ウルトラマンとこの仮面ライダーを再放送してまして、でウルトラマンの方は確か一番初期のやつを再放送してたのかな。で仮面ライダーの V3 が再放送してたんですよ。 V3 だけね。でそれでやってたんですけど、それを妹が見た時に、どっかで今ね10万人も行ったどっかのとある妹ですけども、チャンネル登録がね、それがねすごい熱狂的にもう仮面ライダーが好きになってしまって、でねもう男顔負けのねもう仮面ライダー好きになってしまいましたね。ですからこうトーやったりイヤーやったりね、何しろ昔妹はあれでしたからね、セーラームーンというのが生まれた時からね、もうセーラームーンにめちゃくちゃ凝ってましたから、ですからこうね仮面ライダーにねめちゃくちゃハマってたんですね。でそれで V3 がね好きで、でもうね今でも覚えてますけど、親戚のところのねどこに集まってそこでカラオケなんかやった時はね、カラオケの曲には入ってなかったんだけど、V3 のね、歌を歌ったりね、仮面ライダーのオープニングの歌を歌ったりなんかしてね、周りの人を驚かせたっていうね、本当に昔からどっかのところで本当に昔から歌が好きなんですよ。だからあんな10万人まで、すごい勢いで行くんだなと思うんだけど、本当に歌が好きだったから、ある時ばあちゃんがねうるさいからっつって冬の中今じゃ考えられるんですけどね、冬の中で1時間うるさいからって、ブブブブ鳴る人ともにこう追い出されたんですね。そしたらブブブブ鳴る椅子の上で3歳ぐらいの時からずっとこうね歌を歌ってたんですよ。ね、もう仮面ライダーの歌とかセーラームーンの歌とか歌をうんとあらゆる歌を歌っててね、でばあちゃんがねもう1時間ぐらい経ったからもう懲りただろうと思って開けたらまだ歌ってるってばあちゃんが聞いてたぐらいだったからね、それぐらいやっぱり歌がすごい好きだった。でも妹にしたらかわいそうだったけどね、あんな冬の最中で、しかも千葉なんてめったに雪が降んないんだけど、最悪その時雪が降ってたからね。でそれで、そういうことをこうしていてね、そんな時代がありましたよ、昔ですね。そんな妹が今はね、もう10万人もチャンネル登録数10万人超えてますからね、すごい勢いになっちゃったなと思いますね。でそんな妹がましやね、どっかのね、こういうふうに、なんていうんですかね、スターになってしまいましたからね、もうどっかの歌い手としてあんだけスターになってしまったっていうのはね、
考えられないですけど、まあ、そのどっかの妹のどっかの歌い手が昔この仮面ライダーをめちゃくちゃ好き で V3 とかね、まあ、後にこの仮面ライダーってのもね、確かなちょっとぐらい半ちょっとぐらい半初期ぐらい半あの再放送されたんですよ。でその時にそれも見てまして、非常にそんで好きになってしまったんですね。ですからまあ私もそういうのをね、最近その DVD なんかで見られますから、見てた時には懐かしいなと思ってたんですけど、そういや妹が見てたなと思ったんですけど、まあそのうちにはなるほど、妹があんだけ熱狂的に仮面ライダー好きなのは分かるわと思ったのね。やっぱり女の子でもやっぱりなんかビビッとくるものがあったんでしょうね。大体こういう仮面ライダーとかこういうウルトラマンとかあのなんとかレンジャーとかになると、大体男の子が多いですけど、女の子も混じってね応援していましたけどね、やつでして、毎日東大のヤダにやってましたからね。まああのすごかったですけどね。でそれがこうやって開けますと、こういう風になってるわけですね。こういう風に、ね、仮面ライダーのいろんなね、ものがあって、でこれをちょっとこうやって開けるとね、これこうなってんだよ。こうやってね、こうやっていろんなあの昭和の歴代の仮面ライダーたちがこうやって一堂に集結してると。でこれをまあちょっともう箱がだいぶボロボロなんで、まあこうやってしまうと、まあ、こういう風になるということなんですよ。ちょっと炭素の匂いっていうかね、あの、まあ、ちょっともう古臭い匂いがね、ちょっともうしますけども、多分長らくおそらくは、まあ、炭素のようなところに置いといたんでしょう。で、そういう独特な、まあ、匂いがしますけども、まあ、これが、まあ、なっています。だからこれをね、紹介したいかなと、1台ずつね、これを全部開けて紹介したいと思うんですが、まあ、開けたらまた元には戻しますけど、こういうものってのがね、綺麗な状態で揃ってるってのはなかなかないんですよ。だいたいね、この人形がどっか行っちゃったりとか、人形がだいたいくっついたはずなんだけど、これを無理やりちっちゃい子なんか取っちゃったりするから、それで人形がどっか行っちゃったりとか、あのこれ の、あの、ね、バイクがどっか壊れちゃったりとかってことがあったりするんですけど、これ綺麗に残ってます。いやー、これを手に入れた時はやっぱ感動しましたわな。やっぱり私も特撮が好きだったので、こういうの見ただけでうわーと思いましたね。でしかもほら、なんとかレンジャーの場合もウルトラマンのもそうですけど、歴代のね、なんとかレンジャーとかウルトラマンとか歴代にこう何十周年なんてバーって並んでね、で仮面ライダーも歴代の仮面ライダーがずらーっと並んで、でそれでこうね、あの悪と戦うわけですよ。まあ今だったらね、あの国が密かに起こり出したコロナというものに対してね、もう歴代の仮面ライダー、歴代のウルトラマンとかね、なんとかレンジャー一斉になってね、もうそれ以外のヒーローたちもみんな一斉になってね、ほのれコロナでっつってね、あのコロナに向かって戦いを挑んでってね、そしたらまさかそのコロナの発症現地がね、まさかあの国だったとはと考えられなかったですけどね。でもあの国から出たコロナだから許さないわっていう感じで、みんな戦いに挑んでますからね。ですからもうそういうね、実際でしたら仮面ライダーの世界でもね、あのね、ありましたがね、あのなんとかレンジャー、確かゴレンジャーの次 の、あの後継のやつに紹介してましたからね、あのもうその時はもう V3 の時代になってたんですけど、 V3 はアマゾンに行って戦ってるんだとでその他にもあのなんとかレンジャーとかいて、ね、君たちだけが なんとかレンジャーだけじゃないんだと、仮面ライダーはどこどこの国で戦って、世界のどこどこで戦ってるし、他の何て言ったかな、他にもなんかそういう似たようなこう忍者がいたんですよね。でそういうのもどこどこで戦ってるんだみたいなね、だからみんな死んだって世界のあちこちでもう戦ってるんだよみたいな、悪の組織と戦ってるんだよ、すげえなみたいなね、なかなかそういう男らしい人いないですね。日本をね、戦い抜いてね、日本の悪いやつやっつけたかと思ったら、ね、今度世界に、特に世界にいるって言って、世界に逃げ出したから世界に追い詰めててやるって言ってね、もう容赦しないですからね。ですから今それだけね、男らしい人っていなくなっちゃいましたけどね、今日本はね。だけどまあこういう人たちがいたわけで、こういう人たちにやっぱり支えられて、ちっちゃい子たちが大きくなって、やがては私は仮面ライダーになるんだ、女の子も混じってね、仮面ライダーとかなんとかマンになるんだって言ってね、それでその強くなっていったと思う。なんて中ではこういう話がありましたけどね、ウルトラマンが確か一番初期の方だったかな、あのウルトラマンがやられてしまうんですよ、最終回ぐらいの時にね、あの宇宙人にやられちゃうのね。でその時にものすごい悔しかったんですよね、あの当時見てる子供たちがものすごい悔しくて泣き出した子供もいたぐらいだから、であのウルトラマンが負けるわけないって言ったら負けてしまったと。でそれでおのれなんとか怪人名みたいな感じですごい恨みを持ったんですね。
で、それで中にはその中にはやがてはプロレスラーとなるね、2人の人がプロレスラーになったんだけど、そのプロレスラーになった、そういう職に就いた有名な人がいるんだけど、まあ、その人は昔ウルトラマンというのをちっちゃい子供の時に見せた時に、ウルトラマンはもう何が何でも勝つもんだと思ってたら、ね、悪の組織にやられてしまったと、ね、そしたらね宇宙人にやられたと、だからあの宇宙人だけは絶対許されえわっつって、であの宇宙人を倒すんだっつって、でそれであの体を鍛えてプロレスラーとして活躍したって人が実際いるぐらいですからね。ですからもう十分今となったらね、もうそれを十分果たせたと思うんですけど、まあそういうふうなのがあるわけですよ。ですからこういう人たちがね、ある意味いなかったらね、今の地球は平和にはならなかったわけですよ。ね、だいたいこの仮面ライダーのこの1号から始まるんですね。で2号3号とこうやってね、あの1号2号ってきて V3 が来て、こうやってライダーマンが来てと、こういうふうにいろんなのがあるわけですよ。だから大変なんですよこれね、仮面ライダーっていうのはね。今平成の平成から今令和になっておりますからね。ですからこれがあの1号と確か2号で、この2号っていうのが確かこの1号の本郷隆さんがね、あの途中でそのバイクの立っていつも変身するとすごい離れ技を やってのけるわけですね。でそれをいつも通りやってたら、バイクが転倒して、で大事故を起こしちゃって、で大怪我しちゃったんですね。でそれで急遽入院したっていうのが有名な話なんだけど、それに入院してしまったから、まああの2号というのが、まあ、あの登場したということなんですね。でその2号というのがもともとその人と人はそのあの、まあ、プライベートでもまあ友達だったらしいんですよ。でそれで自分が怪我したから、何とかしてその、ね、子供たちのためにもその代役をやってくれないかっつって、本郷さんが言ったらしいんですね。でそしたらあの2号の人が、まあ、あのじゃあ分かりましたっつって、その役をまあやったらしいんですね。でそうやって後輩から今度はまた後輩へと、まあ、続いていくわけなんだけど、やっぱりそういうすごいある意味男らしい友情のあるところがあったんですね。でもほら当時の子供たちにすればね、大怪我元で亡くなっちゃったなんて、あ亡くなったじゃない、大怪我が元でね、あのしばらく仮面ライダー出らんないんだなんて言ったら、ほら子供たちも悲しむし、でそれもなんとなくほらやっぱかっ、まあ、ちょっとかっこ悪いかなと思っちゃうわけじゃない。ですから、まあ、そうするとね、まあ、そういうことをこ うまくこうカバーするために、まあ、仮面ライダーは1号の本郷武志は、武志さんはまあ他の、ね、海外に、ね、デストロンが海外に逃げ出したから、だからそのデス一部のデストロンたちを追っ払うために海外に、攻撃に行ったんだと、海外のデストロンを追いかけに行ったんだという説明になったんですね。でそれでこの、あの2号が出てくる。でこの2号もね、結構今で言うとキザ風なんですね、ちょっとこう格好つけたりしてね、だからここネクタイがこうあるわけですよ。でもそれがまたかっこよかったりなんかするんですね。で非常にどっちかというとその紳士的みたいな感じなんですね。でこうやって戦うわけだから、そうするとこの1号と2号というか、このバイクがほぼ同じ形に見えるんだけど、微妙に違うらしいんだよね。だから名前も微妙に違うらしいんです。でバイクのことはあまり詳しくないので、このモデルのバイクがなんてバイクなんだかわからないんだけど、ただ確かモデルのバイクがあったと思うね。いろんなスズキだとかヤマハだとかいろんなメーカーのものを確か起用してるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうふうにありまして、でこうやってキャラビールはまあ現在までまあ続くという、あの現在みたいな仮面ライダーは現在まで続くってやつなんですね。これが全部揃ったらね、あのここの昭和のやつが、まあ、全部ってわけじゃないか、一部だけでもこんなに揃ったってのはやっぱり一気に揃ったっていうのはやっぱりすごいいいですね。やっぱりゴレンジャーのやつもあるけど、このなんとかレンジャーとかもね、後に平成になってからね、あの恐竜レンジャーとかって言ったかな、恐竜のレンジャーものがいるんですよ。であれは人気がないんですね。なぜかって言ったらホットビードって言ったらミニカーが中心だから、恐竜っていうのをミニカーじゃねえじゃんっていうツッコミがあんまシンプルにあるから、だからまあそれでちょっと失敗しちゃったんだよね。だからあれは安いですよ。だけどそれ以外はね、あのみんな高いですね。だからこういうもう今から18年ぐらい前、もう20年近く前になるかもしれないね、このキャラビールのものっていうのも今どれもこれも高いですよ。だからこういうものってのはバカにできないよね、買うとね、あのそんなに高くないだろうと思ってね、あのどこに売ってるかと思ったらね、後々になったらすごい高い値段になってるなんてことになりますからね。
ですからこういう風なキャラビールっていうのはやっぱりすごくいいなと思います。これを一台一台ですね紹介していこうかなと思いますよ。これはいいものをね、給付金の一部でね買いましたけど、これはいいものを買えたなと思います。もう箱とかがねもうだいぶこうやってもうボロ、まあ、さっきも言ったんだけどこういう風にボロボロになっていますけども、まあ、これはもう致し方ないで、裏の方なんかも、まあ、こういう風になってるわけですよ。で、仮面ライダーは1971年の4月から1973年の2月10日まで、で毎週土曜日の午前7時半から8時半というふうにまあやってたわけですね。みんな毎週土曜日になってるでしょ。で、それで、確か最初ウルトラマンが最初だったんですね。で次に仮面ライダーが出てきたんですよ。でこうやって仮面ライダーが出てきて、仮面ライダー V3、 仮面ライダー X、 仮面ライダーアマゾン、仮面ライダーストロンガーまでねあるわけですよ。でここに書いてあるのは、仮面ライダーのマシンはキャラビールのシリーズでとても人気の高いマシンですと。その仮面ライダーですが、キャラビールの発売開始2000年9月から4年目にして、2000年9月ですからもう20年近く経ちますね。でこの商品を発売により、昭和のライダーシリーズが5作品に区切りをつけることができました。テレビの仮面ライダーシリーズがお父さんから子供へ、そして孫へと受け継がれていくように、私の昇進栄光8人ライダーマシンもいつまでも皆様に末永く喜ばれる昇進でありたいと思います。そんな気持ちを改めまして、私はこの昇進を企画昇進化いたしましたってね。素晴らしいですね、キャラバリーさん素晴らしいですね。もしこれを途中でやめずにですね、ずっとキャラウェイにやめちゃったんだよね。2003年かそこらの時にやめちゃったんですよ。これもしやめずにやってたらね、今のドリームトミカの宝トミーとドリームトミカと人気を二分することになってたと思うんですよ。だから今またこういったものをまた作ればね、多分トミカといい勝負が、宝トミーといい勝負ができると思うんですよね。だからぜひカットビールもね、今どんどん人気があるから、やはりそういった、まあ、アメ車とかそういうかっこいいね車とかね、ワイドスピードの車とか、ああいうのもいいんだけど、こういうキャラクターものもね、やっぱり今出すべきじゃないかなと思うんですよ。今の時代出したら多分人気が出てくるんじゃないかなと、すぐ売り切れちゃうんじゃないかなと思うね。こういうのがねいいですよね。こういう企画をねやってくれるんですよね。で仮面ライダーっていうのはもう1971年から放送してるとか、随分長いです。今だってトミカが1970年のトミカがもう50周年でしょ。だから約49年ってことか、49年前にできたんだからね。昭和の 40年代ぐらいだろうね。昭和49年前に仮面ライダーができたんですよ。今見てもね、全然ね、ある意味古臭いって感じしないのよ。まあ確かにその映像とか見ればね、周りで走ってる車が、その何でショッカーが使ってる車がプリンスグロリアとかね、立花さんが乗ってるのがトヨタのカリーナとかね、まあそういうのはまあ古いなっていうのは、まあ昔のやつ映画なんで、昔の特撮映画なんで、まあ車が古いなと思うんだけど、ただ全然そのね、戦ってる内容とかその迫力とかそういったものに関しては、全然今のこの平成とか令和の時代の人たちから見ても、ちょっと前の平成の時代の人たちから見ても全然古臭く感じないんですよね。むしろ逆に新鮮さを感じるっていうかね。今はほら昔と違って、今はCG とか使いますけど、昔は CG とかないもんですから、ほとんどもう自爆に近いような感じでね、自らその爆弾でバカン爆発したり、火薬使ってね、大量ので、あとはそのね、もう自ら体を張ってアクションをしてましたからね。だから当時の初代の本郷隆さんなんかすごいですよね、あの人はね。だからあの人はね、それがこうして大人気になってね、でましてあの人昔からサバイバルが好きでしたからさすがだなというふうに思いますね。ですからもう仮面ライダーってもうね、下手したらもう50年近くねにわたって、あるわけですよ。だからなかなかいいですよ、こうやってね。題名もいいですね、栄光の8人ライダーマシーンとかね、こういったのがいいですよ。こういったのはね、なかなか希少品ですから、これ。で、今でももう手に入んないからね、これ。だからもうどんどんこういうの高くなりますよ。こうやって見た目がこうやってボロボロになっててもね、どんどん高くなっちゃう。これがちゃんとしてれば、どんどん高くなりますよ。ですから、これ1台1台ずつ、例えば1台ずつこうバラ売りされていたとしても、
もう高いですよ。それでも高い、1000円出しても買えないぐらいじゃないかっていうぐらいですね。だからやっぱりこういう仮面ライダーってのはね、なかなかいいなというふうに思います。どうもありがとうございました。